あ、そう、ハムさん1個俺撮りたいのある。お、なんだろう。超ローカルな駅の写真撮りたい。あ、千葉とかさ、あるじゃん。あるね。ちょっと田舎の方、くるり線、うん、なんつうの、もう無人駅。でも昔なんかフリッカーかなんかでやってなかったっけ、ムさん、駅シリーズ。ちょっとだけね、あれ俺の中ではちょっと新しすぎるんだよ、ね、なんつうの、本当にさ、全部木でできてるみたいなのがいいんだよね。北の国からに出てくる富良野駅だよみたいな感じでいいんだよ。あそこ、あれよりもっと田舎でやる、なかなかないんじゃない。千葉とかないかな。一回だけあったんだよね、千葉。千葉のもう本当に袖ヶ浦とかさ、ほんとそっからのローカル、九十九里とかの方にあるかな。九十九里銚子電鉄っていうのがありますね。あ、本当。うん、それいいね。全部木っていうのは難しいかもしれないけどな。まあ、なんだろう、もうなんつうの、建て替えてないみたいな、もうなんかもう田舎ですみたいなのが撮りたくて。探すのが大変かもね、そうなってくると、うん、だからネットで調べてった方がいいんじゃない。ないかなと思ってさ、千葉ぐらいならありそうなんだよね。あとはあの山梨の何線だっけな、あの富士の方、富士まで行かないけどあるよね、なんか。あ、そうなの。うん、でもさ、銚子とかありそうじゃん。だから銚子は銚子電鉄だって。あ、それだよ、あんなさん。でもクソ遠いっすよそうだよね。鉄道オタクの仲間入りするあ、ねえねえ、あんた、外側っていうの？え？外側？あー、これは、これ超いいじゃん。戸川駅？あ、それ俺一回ブログに上げてますよ、多分。嘘？戸川っていう。めちゃめちゃええやん、これ、ここ。うん、あのぐらいだったらいいかもね。うん、でもこれ遠いな。いやー、調子は遠いよ。だって終着駅って書いてある。5位は？ん？5位、5位って言うんだよね。あ、5位ね。うん、あ、5位って言うんだ。5位はどうだろう、昔は広かったけど、まあ都内からだとちょっと遠いよね。あ、5位もなんかありそうだよ。小湊、あ、小湊鉄道ね。うん、あの辺にもありますね。そっちの方が近いよね。え、近いよね。あ、これすごいじゃん、超楽しそうじゃん、電車乗るのですら。いや、楽しいですよ、それね。え、単線だからね。うん、それもキハじゃん。ん？ディーゼル車じゃん。うん、でもね、遠いんですよ、とにかく。うん、あー、これは面白いじゃんアムさん、こういう、俺こういう駅は撮りたい。まあこれ1日かかるよね、行くなら。いや、絶対1日でしょ、半日は無理だよ。無理だね。午前中から行って、夜帰ってくるって感じだね。うん、ぐらいかな鉄道部発足しますか。うん、ね、てっちゃん、てっちゃんだよ、俺も軽く。まあそれもでも一回ね、行ってもいいかもね。ね、千葉だったらまだ行ける範囲じゃん。どんぐらい、2時間うちから5位って確か2時間行かなかったぐらいで行けたはずだよ。横須賀線かなんかでポンって行った記憶がある。まあ5位の駅がすごかったなと思って。田舎だよね、あそこ。ね、いや、田舎ですよ。もう木更津キャスツアインの世界だよ、もう本当に。本当、そうそうそう。あ、近いもんね、だって。うん、近かった。でもね、いいですよ、あの辺は。ね。うん、海が近いし。いいね。うん。アクアラインで。そう、アクアラインがね、すぐだからね。うん。そっか、鉄道ね。そうそう、あれは撮りたいな。まあでも2時間。鎌倉とか行くのですら1時間ぐらいだろ。そっか、鎌倉も行かなきゃいけないんだな。鎌倉はまあ、パッて帰ってこれるよね。江ノ電。撮り鉄で発動しちゃいますよね。江ノ電はね、でもやっぱり駅も含めて撮りたいね。ね。撮るんだったら。電車だけじゃなくて、とにかくまあたくさんありすぎて困っちゃうんですよ。まあ一番近日撮れるのは神楽坂と羽田だね。まああとあの5位とかあっちの電車を撮りに行くか。そうだね。うん。